こんばんは、宮部です。ですね、この度ライブをね1日ほど止めてしまって、大変申し訳ございません。僕も人間なんでロボットではないですので感情っていうものがあります。そこでね1年間2年間もずっと同じようなことをこう何回も何回もメールで毎日20、30通も一つの揉め事、一つの問題に対しても深く考えすぎたっていう点で、今回ちょっとね頭が、パンクしたっていうところがあります。それで、1日止めさせて、頭をクールダウン、するためにも、1日止めさせて、いただきました。そこでね、他の温かい皆さんのお言葉、ちょっとねほんまにね100件どころじゃなくてもう仕事のメールと分けてあるんですけども、それでも全部目が通せなかったので、この場を借りて皆さんに、ありがとうございましたとお伝えできればと思って、ここは残しますので、よろしくどうもありがとうございました。でまたね期待してた、方、本当に、申し訳ございません。猫が調子が悪いとか、そういうことではないですのでね、僕自身が虫の居所が悪かった、ここもう4年4年と半年、のうちもう2年間ぐらい、ちょっとブログで書きましたけども、ああいう内容が多々届きます。それについてね、ちょっとパニクってた、パニクってたっていうか情報の処理が追いつかなかった、そういうところが、私のまだ未熟なところでもありますので、まあまあこんな感じでライブ配信、プライベートですのでね配信してきますけども、まあなるべくならこういうふうなことはないように、していきたいなと。まだちょっとわからないですからね、調子が悪い、まあ言いました、ちょっと何日か前に風邪ひいたって言うてね、頭の回転が悪かったっていう時もありますし、腰の動き、親の入院、さまざまなことがね重なって今回のことになってますので、まあ言い訳になりますけどね、今回の件はなるべく、今後ないように、いたします。ちょっと頭がねまだ痛いんで風邪薬、今までねずっとサッカーも見ずに第1種の申請書とか第2種の申請書とか、あと、猫の論文、そういったものをすべて頭に叩き込んでます。ほんまはねサッカーも見たかったんですけどね、そういうところで、ちょっと時間がなくて12時ほんまは10時頃に、来たかったんですけども、12時ぐらいになってしまいました。もしかしたら寝る前にねこんな気悪いこと、お話しする聞くのはちょっとねもうめんどくさいわっていう方はねもうここで、聞いてください。こういう話があと10分15分ぐらい続きますので、はい。で、ちょっとねすいません、風邪薬だけ飲んできます。ごめんなさい。はい、もうはっきり言います、あまりね僕もねいい子ぶりすぎてたんかなって思いまして、私が謙虚に生きるとは、謙虚にね、生きようとは思いますけども、あまりにもねちょっとね良い子すぎるんじゃないかっていうことをね私の連れにも言われましたんでね、ライブ見た時にねお前はそんな人間じゃないやろって言われてますんで、普通通りに行きたいと思います。それと配信なんですけども、ツイッターでちょっと言った、ツイッターでちょっと書いたんですけども、別にその人のためにあの配信やってる、やってるわけじゃないですので、そこだけ、ご留意ください。そういう風なチャンネルもあるんじゃないかな、わかんないですけども、そっちを見てください。うちは猫のどうしても管理、そのために、配信をしております。ですのでなんか猫をめでたいとか、めでたいって愛するいうことね、したいとか近くで見たいとか、
そういうことを言われる人でしたら、よそ行ってください。で、また、家がね、古い家です。気に入らんのやったらね、新築の家の猫の子でも見てください。はい。ちょっときつい言い方するかもしれませんけどね、まさかこの中にはおるかどうかわかんないですけども、はい、そういうことがありましたらもう一切別に登録数とか僕関係ないですので、あ、一切止めて見て、なんていうんですかね、登録解除してもらっても全然構いませんので、要は猫の飼い方が、しんどいですよ。で、動物の飼い方はしんどいですよ。ちょっと待ってね、旅行も行けないですよっていう風な、今回ですと同行避難、できなかったっていう関東圏の方もいますし、そういった情報をね、伝えていければと思っている、チャンネルですし、日々の、多頭飼いについて、考えてもらえればなって。ここのメインのチャンネルはやめて、ロフトとかね、もう1台の方ありますんでね、そちらの方に、してください。で、カメラのつけるタイミングはなるべくなら考慮しますけども、こちらのタイミングで、行いますので、ちょっと待ってね、こちらのタイミングで、行いますので、もうしばらくお待ちください。それと、まだ出てきてないんですよね。その人が出てきたらちょっと聞きたいことがあったんですけどね。こうへんのかな？はい、すいません。低速モード、解除しました。何かありましたら、入れてくださいね。文句ある人もおるでしょう。言ってくださいね。あ、それとね、弁護士の方と相談してきました。ですね、今日夕方、弁護士の方と、話してきました。5チャンネルの方、開示の方進めていきますんで、今までなんやかんやしてた人、いろいろと話しましょうね。ね、この場で聞いてるでしょ。あなたですよ、あなた。あ、指さしたら具合悪いですね。こうですよね。あなたですから、ゆっくり話しましょうね。はい。費用はね、なんぼでもかけますんで、こっちは。はい。それと、なんか俺の幼少の頃の DV とか、あんなはもういいですわ。でね、何を起こったかって言いますとね、脅された、また脅されたなんですよね。はい。何を思って脅されたって言いたいのが分からへんのですよね。ですね、まあまあ、ことの詳細を伝えますとですね、ある方が、まあ、いわゆる、不特定多数が見る、掲示板あるじゃないですか。2チャンネルとか5チャンネル。そちらの方で書き込まれてるっていうことを、僕の方にメールくださいました。時々メールくださるんですけどね、もうほっとったらいいよって言ってたんですが、今回脅されてるっていうことに関して、ちょっと、思うところがあったので、って言いますのが、今、T シャツで考えすぎかもしれませんけども、T シャツで予約受注販売してます。とてもありがたいことです。ほんまご購入者にはありがとうございます。それと、もうすぐっていうよりも、今からカレンダー発売、します。皆さんの視聴者の方から大事なお金をね、預かるんですよ。っていうか、今も預かってるんです。それなのにね、騙されたとかね、騙されたは言ってないか、脅されたとかね、そういう評価の低下につながるようなことを言われますと、やっぱり心配されますよね。俺だって心配するんじゃないかな。あそこに100万投資してて、でそこの会社がなんか脅迫みたいなことしたでって言われましたらね、どう思います？僕だけですかね。すいません、ちょっと寒いんで手組ましてもらいますけども、偉そうに見えたらごめんなさいね。やめとこうか。上着てこようか。あ、そうそうそう、 T シャツとね、カレンダーの予約でお金を預かるんですよ。お金を預かってる人間にね、がね、脅されたとかね、いうことをね、言われますとね、これどうなんですかね。皆さん、脅されたって言われてるような人間のところに金預けます？
これ信用問題ですから預けますかね。どうやろう、俺やったら預けないですけどね。まあ人それぞれかな、ちょっとわかんないですけども、なんせね、そういうこと言われると、こちらの方にもね意味がわからないんですよね。猫が見れへんからって。2016年頃に僕書いてますよね。3年前かな2年前かなちょっと忘れましたけど書いてますよね。ツイッターで見てくれましたらね、わかると思います。掃除時間も1時間じゃないです。やっぱり2時間3時間かかる時あります。なのでそういう時に掃除の時間が長いとか、いつになったら始まるんやって言われましたもんね。相手生き物ですから、汚い話しますけど吐いたりもしますし、汚れがあったらもうそんな放置するわけにもできませんし、調子が悪いそうやなと思いましたらちょっと観察して、こうやって観察して20分でも30分でもその猫の様子を見ます。で見てもらうように頼みます。だからね時間がかかったりするんですよね。うん、なんその辺は考えていただいて、今後こういう時もあるんやなって、こういう時もあるんやなって思ってください。それと僕も人間なんで機嫌悪い時もあります。なるべくなら抑えるようにしてますよ。今でもかなり抑えてますよ。明日皆さん仕事ですしね、一日の終わりにこんなクソ言葉が悪いこと出て出てしまうんですよね。ね、気悪いこと言われてもね、明日しんどいだけじゃないですか。特に連休明けでしんどいでしょうからね。だからこういうこともあんまり言いたないんですけども、今回そういうことがねずっとあって、たまたまそういうふうなことが書かれてあったよっていうメールに、脅しっていう文字があったので、悪口とかはね別にええんですよ。うん、悪口ぐらい言いたい時あるでしょ。俺に対しても誰に対しても、俺でも言うてましたもん。おっさんって言うて前の会長ですけど、青ちゃうかとかって言う時もありますよ。ガス抜きでね、いいですよ。そんなんは全然構わないです。構わないですけど、構わないですよ。ただその卑下するようなことは、言わないかったですけども、そういうのは全然構わない。それやったら道端で色端会議でやればいいことですし、誰でもが見えるところにね脅迫やったっけな、脅しか、脅しか、はい、脅し、脅したら、脅してるつもりかっていうふうにね言われるとね、はあってなるんですよね。で他の人が見たらこの人脅すんやって思うでしょう。キーアラインは分かりますけど、俺一回も脅したことなんてないですよ。うん、で元々の根本的にはこれは猫のためのライブですからね。はい、そこを言いたかった、です、出てこないですね。まだちょっと言いたい人おったんですけどね。堪忍袋の尾が切れるっていう言葉は皆さんご存知だと思いますけども、そこまで人間できてませんので、僕何十年も言われ続けて黙っとくっていうことはできてませんので、そこまで人間できてませんので、はい、今回のように、はい、脅されるんやったらもうそれ原因ごとなくした方がいいっしょ。
ていうことで、ライブを止めたっていうのが事実です。で、ですね、ちょっと足崩させてもらいますね。なぜかというとヘルニアなんで、同じ体勢で腰が、ほんまはあぐらも良くないんですけども、あの腰をずっと同じ方向でこう動かしていると、固めているとあんまり良くないですので、それでね、ことの顛末、ことの顛末って言うとはおかしいですけども、まだわからないっていう人が多いですので、一番最初にね、何やったっけな、メールがね、300も入るとね、これはちょっと難しいな。300も入るとちょっと後ろの方行きすぎて、ちょっとあかんやん、あかんなおい。あ、あったあった。ですね、僕が赤字だライブ、またルシが赤字だライブ縮小とか言って脅しているクソうざい、これに反応して僕がやめたわけですよ、配信を。で、ツイッターには、ちょっと待ってくださいね、ツイッターに俺なんて書いたっけな、ツイッター読みましょうか。ツイッターの俺いつ言ったかな、皆さん知ってる、あ、23時間前、これだよな、また主が赤字だライブ縮小とか言って脅しているクソうざいって言ってるやつがいるそうだな、メールで教えてくれたわ、直接言ってくれればいいのにな。これ前のあの福祉なんとかなっていう人の時も言いましたけど、直接言うてこい言うたのに、まあまあまあ別に構わないですよ。で、俺にどんだけ金使わすねん。で、さっき話した内容で脅してるって解釈するんやな。そんなことで脅すとか言われない、ライブ止めるわっていうことでライブ止めたんですよ。はい。で、どんだけ金使わすねんってブログを見てもらったらわかりますけども、僕今月400万使ってます。今年。で、来年また300万の用意しないといけません。これってね、少ないですかね。一個人が、ポケットマネーでこれだけ使うってどうなんですかね、皆さん。少ないんですかね。いや、確かに保護団体やったら少ないかもしれませんけども、どうなんやろ。買うもん我慢して、服とか新しいもん買わずに、贅沢品一切買わずに、猫の治療費、全然わけわからん猫の治療費のために400万って、400万言いましても、あの PC とかで70万ほど使ってますから300ちょいかもしれませんけど、これって少ないんですかね。いや、俺分からへん、皆さんの金銭感覚が分からへん。400万ってどうなんですかね。どうなんですかね。税金引かれた上で400万ですからね、こっちの所得に対して。さらに金使えっていうことなんですかねっていうことで、僕が、なんて言うたんやったら、ちょっと待ってくださいね、もう一回ツイッター開いて、俺にどんだけ金使わすねんという発言してるんですよ。まあ皆さん古い方は大体僕の年間の猫に予算、
300ちょっとっていうのはご存知だと思います。何回も、伝えてますから、知ってると思います。それプラス PC のお金とか、今年でしたらまあまあ言いましてもね、目薬ぐらいしか今年は買うてないですけども、抗生物質と、使ってますけども、でこれで赤字だライブ縮小だと言って脅している。もっと使わないとダメですか？俺破産しますよ。助けてくれます？これ言った人、僕助けてくれるんですかね？でさらに猫たちのお金で、ここにおる猫たちだけで2000ちょっとと、あと念のためのお金や言うて、自分の老後の資金とか入れるお金、そんなん使って、助けてくれます？助けてくれるんですか？金の話ばっかりで申し訳ないんですけど、ちょっとね今複雑な心境です。ちょっとね心の整理がつかないというか、もう二度とそういうことを言いませんか？ちょっとそれもう一回言っていただけますか？ちょっと待ってくださいね、視聴者の方。ちょっと視聴者の方、置いてきぼりで申し訳ないんですけども、後でちょっと軽く説明しますんで、少しだけお待ちください。もう二度とそういうことを言いません？別にね、僕の悪口は全然いいんです。いいんです。いいんですけど、メールでいいです。いいんですけども、そういうこと書けません？わかりました。今、その本人から、謝罪のメールが届きました。確認しました。少々お待ちください。ここでね、声だけでも入るだけでもね、ちょっと、言っときます。もしもし。ああ、先生出してたので、私としてももうこれ以上は、はい。うん、大丈夫です。はい。そうですね。一応でもそれ以外のことは調べとってもらえますか。で、今、ちょっと名前を出すのはあれなので、はい。出た時に、これは違うっていうことを伝えますんで。はい。はい。はい。すいません。はい。申し訳ございませんでした。はい。はい。はい。失礼いたします。今、このライブを多分聞いておられたったんでしょう。本人から連絡ありました。もう二度と言わないっていうことですので、私も人間を信用します。でも次はないです。で、その方の分は、どけて、今多分聞いておられてるでしょうから、先ほど、自分のところの、今日お願いした弁護士さんのところに連絡しました。ちょっと遅くてね、なんとかつながって、明日から調べ入るって言ってましたのでね、まあ早めに連絡しとかないですとあれなんで、後々ややこしいことになりますんでね、そういう約束していただきましたので、今回の件はその件は、もう私も忘れます。その代わり、あなたは忘れないで、二度とこういうことを、しないように。僕の悪口は何もでも書いてくれても構いませんけども、脅迫とか言いますとね、また犯罪行為になってしまいますんでね、考えて発言していただければ
もう何年も残りますからね、ネットの社会って。よろしくお願いしますね。だからもうこれでなしにしますんで、もう二度と言いませんから安心してくださんで、他は調べますよ。他は一応ざっと調べてもらいますけども、あなたのことは調べませんので、はい、その代わり偽名、使われてましたら、容赦ないですよ。本名であることを願っておきます。はい、早い方が良かったですよ。後々になりましたら、後で住所分かって、話し合いにの場に着いた時にね、すいませんでは済まないですから、私の場合。はい、そこだけちょっと変わりもんですんで、僕もよろしくお願いしますね。で、他にも、いろいろ多分他のとこでもね、買い取っての方にはお伝えしますけど、名前っていうものが書いてあるのと一緒ですから、十分気をつけてくださいね。ネットの世界も無記名じゃないですからね。何でも言えばっていうことでもないです。 YouTube 相手に、 YouTuber っていうんですかね、そういった相手に対してもいろんな迷惑行為を働いて、捕まっている方もいますので、はい、僕の気持ち一つでそんなもん知らんって言ってしまえば終わりですのでね、許してくださいって言われても許さへんって言ってしまえば終わりですので、そこは気をつけてくださいね。